私は宇宙を旅してまして、宇宙遊泳をしてたんですね。で、宇宙遊泳をしてる時にですね、ふと思いましたね。これからは宇宙にジェットコースター、惑星に飛ばそうと思って。でもジェットコースター飛ばしたらですね、惑星がどうなるやらと思いまして、最果ての星の方の惑星にですね、全体的にジェットコースターにしてみたんですね、その惑星自体をですね。そうするとですね、不思議なことがありまして、そのジェットコースター全部するとそんなことないだろうと思いまして、宇宙人と喋ったんですね。そしたらですね、宇宙人がですね、アブドボスイズブツブツアビスビスボードザブスザブルドブツザブスティと言いまして、私はですね、アブディザブスボーダザブスポリティザブスボーダザブスビスボーダブスザブスボーダザブスビスボーと喋りまして、そしたら宇宙人がですね、アブジボーズブザブツブツボーダザブスイドブツザブツボリティザブスボーダザブスビスボーと言いました。私はですね、宇宙に行きまして、なんか宇宙の果てからですね、声が聞こえましてね、その声が聞くというのは、まあ、最近ですね、テレパシーというのはですね、大学の方で解明しまして、テレパシーは随分と宇宙のその波とかを書いてあるんですけども、その、まあ、テレパシーの論文を出しまして、で、大学の方に出したんですけども、そしたらですね、研究が盛んになりまして、テレパシーの研究が。今、テレパシーをその機械に応用していこうということになっていってるんですけども、で、機械がですね、テレパシーを使えるようになったらですね、それは便利になると思いますので、ね、機械がテレパシーをちょっと使ってるんですね。で、まあ、私はですね、そのテレパシー研究をずっとしてまして、それで論文を書いて出して、論文書いて出してしてたんですよ。そしたらですね、テレパシーが今大学の方で研究されてまして、で、まあ、そういうことなんですけども、それでですね、宇宙というのはですね、他にもありまして、テレパシーの他にもあるんですね。いろいろとそのサイコメティックっていうか、まあ、サイコメティックっていうのですけども、そういうのがありまして、まあ、それを大学で研究しているわけなんですけれども、まあ、そういうことですね。私はその宇宙物語の、そうですね、最果ての星にある宇宙大学というところでちょっと勉強しまして、で、その最果ての星の宇宙大学でいろんなものを学ばせていただきまして、それで頑張ってるわけなんですけれども、で、宇宙大学行きまして、ほんで宇宙大学出て、ほんで、まあ、考えてまして、一つですね、宇宙を旅している時にですね、T イコールオメガ T という、まあ、時間の概念のその公式がありまして、 T イコールオメガファイとも言いますね。その時間軸の時にですね、瞬間移動するような公式なんですけれども、私はですね、その公式を考えまして、今ずっと研究してるわけなんですね。そしたらですね、それは物理学の方の、ファイ部分っていうのがありまして、ファイ部分とオメガ部分っていうのがありまして、そのオメガを使って t 時間の値を計算するということでですね、ファイイコールファイの時間軸を使って、その t の時間の瞬間移動の公式を見るとかですね、まあ、そういうことただあるんですけれども。私はですね、思いましたね。それで宇宙大学で大学の方でテレパシーの方とか研究しておりまして、まあそういうことなんですけど、まあ私はですね、それで宇宙大学のその、まあ、話は置いといて、最果ての星に行って、で、最果ての星で、まあ今研究してたわけなんですけれども。